はい、長崎の瀬戸生徒です。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。学校生活終わりましたけど、いかがでした？そうですね、無事卒業できてほっとしています。はい、デビューまでね、3ヶ月ありますけど、まあその時間というのはね、どういうふうに過ごしますか？そうですね、自分は本科生でも下の方だと思うんで、しっかり周りよりしっかり練習量で頑張って勝って、しっかりデビュー戦ではしっかり優勝できるように頑張りたいです。今一番したいことは何ですか？そうですね、ゆっくり寝たいですね。寝たいですか？はい。学校時代、まあ食事とかね、一応充実してたと思うんですけど、今一番食べたいものはどんなもんですか？そうですね、学校ではカップラーメンが食べれなかったんで、カップラーメンが食べたいですね。いろいろな方にね、お世話になったと思うんですけど、まあ、そのお世話になってるね、両親、まあ、周りの選手にね、何か一言言ってください。そうですね、アマチュアの時から両親には特に迷惑をかけちゃったんで、選手になってしっかり親孝行できるように頑張ります。デビューに向けて、まあ、競輪ファンの皆さんに一言お願いします。はい、まだまだ力不足なんですけど、しっかり練習して活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。